ヒカドンは、画家、マルキーリ、赤松とし子合作の絵本。初版は1950年8月6日、ポツダム書店より観光。作者のマルキーリ、春夫妻は1945年8月6日の原爆投下に際し、イリの実家の安否を訪ねて、広島に向かい、被爆直後の惨状を目撃した。その体験をもとに二人が、 原爆の図の共同制作を開始したのと、同時期、ポツダム書店編集部の依頼を受けて制作することとなったのがこの絵本であり、表紙には、平和を守る、改編とある。ところが、実は、ピカドンには2種類のものがあり、一方の表紙には、平和を守る会の表示がない。そちらの裏表紙では、ポツダム書店という表示で、ポツダム書店は修正後の表示という考え方も、 ありうる。どちらが先かという研究は少ないが、ホツダム書店の表記のものが後に出たという説もある。広島市郊外の三滝に住むおばあさんとその家族、近所の人々の被爆体験や彼らの目撃した山上が簡素な線描で描かれ、それぞれの画にごく短い言葉書きが添えられている。荒涼とした無人の焼け野原の絵に添えられた爆心地の話を伝えてくれる人は、 いませんの言葉書きや、おいつと肩を叩いたら、ザラザラと戦友は、崩れ落ちましたという、灰の人のエピソードはとりわけよく知られている。後に、マ丸木夫妻の代表作となる、原爆の図の連作が、被爆して傷ついた人間の姿に焦点を当て、ほとんどそれのみを描いているのに対し、絵本、ピカドンでは、原爆に遭遇した人々の日常生活や、被爆前後の街や村の様子、 さらにはツバメ、カボチャといった人間以外の動植物の様子など、より広い視点から被爆の実装が描かれていることに特徴がある。この絵本は観光直後、GHQ のプレスコード規制により事後検閲という形で発行禁止処分となり、その際押収された原画も紛失した。当時は朝鮮戦争開始により、左派に対する言論統制が強化されており、 ピカドンも当局に共産党系と目された平和を守る会の反米パンフレットとみなされたことが発禁処分の原因と推測されている。また発行元のポツダム書店もキャノン機関によるカジワタ拉ラ監禁事件との関係で連絡先、不明となった。その後、この本の絵の一部は大江健三郎の著書、広島ノートの総画として使われ、 さらに1980年には旬によって絵本広島のピカとして開作された。また初版本をもとにした復刻版も何種か刊行されている。同タイトルの絵本として著名なものは木下蓮さん、佐世子夫妻によるピカドンで夫妻が1978年に制作した手書き短編アニメピカドンのセルガをもとにしたものである。アニメは 広島市に原爆が投下されたその瞬間をテーマとしており、前半、ほのほのとしたタッチで描かれる、戦時中の日常生活が、後半で原爆により、地獄のような光景に一変していく様がリアルに描かれていることで知られる。また、作品の最後に描かれている右手を上げたまま黒焦げになった性別不明の子供の亡骸は、実際に存在したものであり、 本編では紙飛行機を飛ばそうとした瞬間に被爆した男の子として描かれており、後に制作されたアニメ映画、裸足の弦》にもこの遺体を風船を持った女の子として登場させている。ありがとうございます。